高校生の皆さん、こんにちは。富山大学薬学部長の酒井です。本日は富山大学ウェブオープンキャンパスにご参加くださいまして本当にありがとうございます。これから富山大学の薬学部の概要についてご説明させていただきます。本当は対面でお話ししたいんですけれども、できるだけ皆様方にお伝えできるような内容にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。富山大学薬学部のある富山県というのは薬の富山として有名でして、これは梅薬さんから始まってますけれども、この歴史は300年以上あります。で、この富山に立地する富山大学薬学部というのは128年もの歴史を持っています。で、これは JR 富山駅前にある梅薬さんのモニュメントですけれども、このように梅薬さんが薬の入った荷物、これ柳氷と言いますけれども、このようなものを背負っているモニュメントが富山駅前にあります。で、これ横から撮ったものですけど、このようにこれ大体20キロから30キロもあるんですけれども、このような重い荷物を背負って各ご家庭に梅薬さんは薬を届けていました。で、富山大学薬学部、先ほど128年の歴史と申し上げましたけれども、1893年に梅薬さんの資本で協立富山薬学校が設立されました。そして、現在ですけれども、製薬関連企業というのは県内に約100社もあります。そしてもともと梅薬さんの伝統から始まっていますけれども、現在は、最先端の医薬品を作るということで、本当に薬の富山としての発展を遂げてきております。また富山県には非常にユニークな厚生部に薬製作科というのがあります。で、これは富山の薬のロゴマークなんですけれども、先ほどのスライドのこの柳氷ですね、梅薬さんが柳氷を背負っているこの姿、これが梅薬さんで、これが柳氷荷物ですけれども、で、そしてこれが富山の T になっているんですけれども、このような富山の薬のシンボルマークもあります。で、富山大学薬学部は杉谷キャンパスの中にありまして、医薬系キャンパスというふうに言われています。これは航空写真ですけれども、キャンパスの横には北陸自動車道が通っておりまして、近くには富山西インターチェンジがありまして、救急搬送などに非常に立地がいいところにあるというところです。そしてこのところ、こちら側から見たとですね、これは薬学部の研究棟なんですけれども、こちらから見た絵がこれです。こちらから見た図ですけど、で、薬学部研究棟はこれなんですけども、この杉谷キャンパスっていうのは医薬系キャンパスの名前の通り、医療に関するいろんなところが、建物がコンパクトに集積しています。こちらが薬学部研究棟です。そしてお隣に医学科の研究棟があります。こちら隣には和漢医薬学総合研究所があります。またこちらには看護学科の研究棟があります。またこちらに大きくありますのは、これは富山大学の付属病院です。また薬学の関連施設として、ここには広い薬用植物園があります。これは2000種以上の植物がここにあります。また貴重な資料、標本の資料とかは民族薬物資料館ですとか薬学研究資料館に収蔵されております。で、この薬学部を正面から見た写真がこれですけれども、これは5月に撮った写真ですけれども、この薬学部玄関前にはきれいな花が咲いておりますし、こちらにはだいぶ昔からありますこの薬学部の門柱ですとか松の木ですとか石ということが、この杉谷キャンパスにも移されてきております。伝統が残っているということであります。で、薬学部のスローガンというのはキャッチコピーですけれども、高き連峰薬師への挑戦です。で、これどういう意味かと言いますと、これは富山というのは3000メーター級の山々が連なる立山連峰がきれいに見えます。で、この南側に薬師岳があります。で、この高き連峰っていうのは立山連峰、そして薬師というのは薬師岳を表しているんですけれども、実際私どもはこの高き連峰っていうのを
薬学や創薬科学の専門的知識ですとか技術を駆使して取り組むべき解明すべき薬学関連分野の難題に見立てています。また薬師への挑戦というのはこれは薬剤師ではなくて薬学のプロフェッショナルということで富山大学から薬師岳が眺望できますけれどもそこから見えるその薬師岳を見立てていますけれども薬のプロフェッショナルとして精一杯チャレンジするという意味を込めているわけです。これが私どものキャッチコピーです。で、薬というのは不可能を可能にして世界の患者様に貢献するということが非常に大事なところです。薬を開発すれば地球の裏側の接することができない人にまででも薬を届けることができるということで非常に重要であります。で、薬の大事なところっていうのはこれは薬っていうのは有効でなければいけない一方で安全でなければいけません。そして品質が非常に高くなければいけません。このようなことを学ぶために作るためにそして学ぶために薬学があるわけです。で、薬学っていうのは薬をどうすることかというと3本柱は知るっていうことと作るということと使うということです。この3つが非常に大事でして、それで薬学部では、私どもの薬学部では4年生の創薬科学科と6年生の薬学科のこの2つを備えています。で、この創薬科学科というのは主に薬を作るということが重きを置かれてますし、で、薬学科の方は薬を使うということに重きを置いています。薬を知るということはこれは薬学なんで両者共通です。で、薬学部とそれ以降のコースですけれども創薬科学科は4年でその後卒業しますと2年の修士課程その後に3年の博士課程を備えています。一方で6年生の方は6年間が終わると、薬剤師の国家試験の受験資格が与えられます。そしてその後に4年生の博士課程を備えているというのが、あらましであります。で、この創薬科学科と薬学科というのはアドミッションポリシーが違います。創薬科学科というのは、このような、研究分野で活躍したい新薬の研究をしたいで疾患に関して興味があるというそういうふうな研究志向の学生さんが適しますし薬学科というのは薬剤師として、高度な学識職能を得たいですとか、医薬品の研究とか臨床開発に携わりたいとか医療や保健衛生の分野で貢献したいとかこういう人が、適します。で、ここで非常に重要なことを皆さんにお伝えしたいんですけれども富山大学薬学部は現在これは構想中で変更の可能性はあるんですけれども令和4年度からは改革を考えております。何かと言いますと現在薬学科は55名創薬科学科は50名なんですけれども令和4年度4月からは薬学科を70名そして創薬科学科を35名にする予定構想中であります。もちろんこれは変更の可能性あるんですけど今そのような予定で進めております。また入試に関しましてもこれまで総合型選抜なかったんですけれどもこれを取り入れる構想にしております。で、これまでと一番大きく違うところっていうのは薬学科の場合っていうのはデータサイエンス等々の新しい知識を取り入れて医薬密接型の先駆的薬剤師を養成するということがこれまでと違って発展しているところです。また創薬科学科の方は脳神経科学コース先端創薬学コース和漢医薬学コースという3本に分けまして少数制でそれで専門的な教育を行って先端創薬研究者を養成するということになっています。それぞれこの上には博士課程、修士課程、博士課程ということがあります。で、富山大学杉谷キャンパスのキーワードですけれども、先ほどから申し上げていますその和漢医薬学総合研究所ってありますけれども、この和漢医薬学ということと東西医薬学、東洋医療、西洋医療が融合したこういう大事なものがありますので、立地条件もいいですけれどもそのようなことを利用しまして医学部と付属病院との連携というのが非常に密ですし和漢医薬学総合研究所との連携も密接であります。このようないい立地環境でいい関係が作られているのが富山大学杉谷キャンパスの特徴です。で、先ほども申し上げましたけれどもこのような資料館ですとか薬用植物園という関連施設があると言いましたけれども和漢医薬学のところで大事なのはこの薬学研究資料館ですとか民族薬物資料館という日本で代表するような、素晴らしい、博物館級のものがあります。
このような、本草図譜っていう1800年代に、出されましたこのような植物が、2000種類ぐらい載っているスケッチと、詳しい文が載っているんですけど、このようなものも、ございます。で、薬学を習得するために大事なことですけれども、これは、科学ですとか物理ですとか生物、数学、英語、国語など全ての科目をバランスよく学ぶことが大事です。なぜかというと、薬を作るには一つだけじゃなくて、化学、物理、生物、薬剤薬理、医療っていうふうな研究室がそれぞれたくさんありますけれども、このような多岐な分野が集まったのが薬学です。ですから、一つのことが得意というよりも、化学、物理、生物などをバランスよく、そういうふうなことを身につけることが非常に重要だと思っています。で、進学っていうことについては、この4年生、そして修士課程修了っていうこと、博士課程修了っていうこと、6年生の場合は6年生修了する、博士課程修了するっていうところで就職の節目があるんですけれども、薬学部の卒業生ですとか大学院の修了生っていうのは、就職っていうのは非常に多彩です。皆さんいろんな、希望のところに行けると思います。このように薬を作る、管理する、国民の福祉に貢献する、そして専門知識の幅広い活用する、教育研究をする、このようないろんな研究があります。皆さん本当に大学に来られていろんな研究をされて、そして自分の好きな就職先を選ぶことが可能になってまいります。で、実際に創薬科学科4年生で卒業した学生がどうするんだろうかっていうと、ここ見ていただければお分かりなんです。この青で書いたのはこれ進学なんですね。ほとんど進学です。何が申し上げたいかというと、4年生卒業してそのまま就職する学生っていうのは少なくて、ほとんどが修士課程に進学するということです。そして専門性を高めていくというのが特徴です。で、じゃあ修士課程2年修了した後どうするのかっていうことですけども、そうすると、この緑で示したのが研究で、研究職が多いです。他にも開発職ですとか技術品質管理などがあります。また博士課程に進学する学生というのはこの青の部分ですけれども、かなりの数います。プロフェッショナルを目指すということです。またこれは6年生の卒業後の進路です。こちらの方はこの赤で書いたのが病院の薬剤師で、青で書いたのは薬局の薬剤師ということで、これは過去のデータを見ていただいても、主に病院と薬局の薬剤師になっている数が多いということが分かります。これはイメージしたものですけれども、多彩な未来と言いましたけれども、研究開発をしたりですとか、薬学の研究者になる、そして薬を製造する、そしてこれは病院で患者さんにお薬の飲み方を教えてあげているところですけれども、こういう医療現場での活躍、またこれは新しい薬を作るために、医師ですとか、看護師ですとか病院のスタッフと集まって、病院での、薬の治験といいますけれども、そういう薬の、患者さんに実際投与する計画を立てている一コマです。で、最後になりますけれども、皆さんに大事だということを2つここでお伝えしたいのは、医療人として絶対に必要な人格基盤ということで、人と疾患に対する倫理観、そして高いコミュニケーション能力、この2つっていうのが、これは薬剤師、薬学研究者に限らず医療人として大事なことだと思います。で、これらを養うっていうことは、皆さん高校の時何したらいいかということになるんですけれども、勉強も大事ですけれども、多くのことを経験して、部活動ですとかいろんなことに興味を持って、多くの友達を持っていただいて、あ、多くのことを吸収していただいて、で、自分のポケットを増やすというか、その幅を広げることをしていただいて、大学に入学していただければと思います。で、もしも今お聞きになったところで何か質問がありましたら、私のメールアドレスここにありますし、電話もありますので、ご連絡いただきたいと思います。またこれは、富山大学薬学部の、案内のパンフレットです。で、この中には、今日お話しした以外の内容も詳しく書かれていますので、興味のある方はぜひご覧いただきたいと思います。最後になりますけれども、薬のプロフェッショナルを目指して、チャレンジしてくださる皆様が富山にお越しになることを心待ちにしております。どうもありがとうございました。
この度富山大学薬学部創薬科学科の紹介をさせていただくことになりました。創薬科学科4年の榊原慎太郎です。まず創薬科学科の概要について説明させていただきます。創薬科学科とは卒業後に薬の開発や研究に携わる上で必要な知識を身につけ薬を作るスペシャリストを目指す学科です。富山大学では新薬の研究に関わりたい、疾患に関連する現象や物質を発見したい、生態メカニズムの解明や新しい方法論の開発に挑戦したいといった人材の育成に取り組んでいます。創薬科学科は4年生の学科ですが、多くの学生は大学院の博士前期課程へと進学し、より専門的な知識を身につけ企業に就職します。さらに研究を続けたい、専門性を高めたいという人は大学院の博士後期課程へと進む人もいます。主な就職先は緑の枠に示したように製薬企業、研究機関といった薬に関連するものや、薬学の知識を生かして化粧品会社や食品会社に就職する人もいます。続いて大学の授業について説明します。1年次では教養科目が中心となります。月曜日から水曜日は主に教養科目を、木曜日金曜日は薬学の基礎となる授業を受けます。教養科目は自分で取る授業が選べるため、自分に合ったスケジュールで授業を受けることができます。木曜日金曜日には薬学の基礎となる授業のほか、医療人教育として医学科看護学科との合同の授業などもあります。2年次3年次では主に薬学に関する専門科目の授業を受けます。また午後から実習が入るようになります。実習では有機化学、物理学、薬理学などさまざまな分野の実験を行います。中には細胞や微生物、マウスを使った実験も行います。4年次からは研究室に所属するため、3年次の間に自分がどの分野に興味があるかを知っておくといいと思います。ここで学生の1日について紹介します。これは2年次3年次の時のものです。大学の授業は90分で高校より長く、内容も濃いので慣れるまでは一コマでもかなり疲れました。昼は大学の食堂や学食で食べます。左の真ん中の画像が大学の学食でよく利用しています。午後からはまた授業や実習を受けます。大学から帰った後は自分の時間を作ることができます。大学は高校までと比べて自由に時間を使うことができるので、いろいろなことにも挑戦できます。アルバイトはいろいろありますが、塾講師やコンビニ、飲食店で働く人が多い印象です。また期末のテスト期間には図書館をよく利用しています。大学の図書館は24時間利用可能であるため、大学の授業が終わった後、休日などによく利用しています。3年次の12月からは研究室に所属し、4年次からは研究室での研究が中心となります。それぞれの研究室でいろいろなテーマについての研究が行われています。スライドに示したように、さまざまな研究室から選ぶことができます。3年次までの授業の中で、この分野は面白そう、自分もこの分野で研究がしたいというものを見つけられると選びやすいと思います。また富山大学では和漢に力を入れており、和漢薬に関する研究室も多くあります。私は富山大学の分子神経生物学という研究室に所属しています。3年次までの授業の中で細胞内で起こる反応に興味を持ち、この研究室を選びました。テーマは記憶学習に関連する神経細胞の遺伝子について研究しています。研究室では先生と実験内容について相談して実験をしたり、自分のテーマに関係する論文を読んだりしています。また定期的にセミナーを行い、実験の結果や読んだ論文についてプレゼンを行います。基本的にはいつ実験をするか、研究室でどう過ごすかは自分で選択することができるため、自分でスケジュールを作ることができます。最後に創薬科学科のメリットについて紹介させていただきます。創薬科学科のメリットとして、実験に費やす時間が多いことが挙げられます。4年次以降は大学院を含め研究室にいる時間が多いです。4年次の今も授業の数が減り、研究室で実験する時間が多くなりました。そのため進めている実験が進めやすく、途中で途切れることが少ないです。このように実験をする時間が長い分、研究者、実験者として経験を積むことができるため、課題解決への対応力が身につきます。このような企業で働く上で必要なスキルを身につけることができるのが創薬学科のメリットと考えています。以上で創薬学科の紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。
皆さんこんにちは。この度富山大学薬学部薬学科の紹介をさせていただくことになりました。薬学科6年の片山さくらです。どうぞよろしくお願いいたします。まず薬学科の概要を説明します。薬学科に興味はあるけれど、どんな学科でどんなことを学ぶのかあまりイメージがつかないという人が多いのではないでしょうか。薬学科は6年間の学びを通じて薬剤師免許の取得を目標とし、薬を扱うスペシャリストを育成する学科です。富山大学の薬学科ではまず薬剤師として医療現場で活躍する上での知識や技能を身につけます。1年生から3年生までは一般教養や基礎薬学を学び、知識のベースを作ります。4、5年生ではそこまで学んできたことを生かし、臨床応用の授業や医療現場での実習を行います。また4年生からは研究室に配属され卒業研究を行います。卒業研究を通じて論理的に考える力や問題解決能力を養います。将来薬剤師として高度な知識や技能を身につけたい、医薬品の研究開発に携わりたいと考えている方々にはぴったりな学科であると思います。次に研究活動についてお話しします。まず研究の大まかなスケジュールですが、薬学科の学生は3年生の12月に研究室に配属されます。配属前には各研究室が担当する実習で先輩に話を聞いたり、研究室を訪問して雰囲気を感じたりすることもできるため、自分の希望に合った研究室を見つけることができるのではないかと思います。配属後に自分の研究テーマが決まり、授業と並行して研究を行っていきます。そして4年生の2月には学内でポスター発表会があります。その後は実務実習などもこなしながら研究を続け、6年生の11月に卒論提出となります。富山大学には20種類以上ものたくさんの研究室があります。化学系、生物系、物理系、和漢系など多くの研究分野から選択できるのが魅力です。特に和漢薬を扱う和漢医薬学総合研究所は日本唯一の伝統医薬学の研究所ですので、伝統ある富山大学ならではの和漢薬研究もできます。実際どんな研究を行っているのかといいますと、抗がん剤の副作用の軽減の研究や未病をターゲットとした創薬研究などを行っています。私は現在植物からアルツハイマー病の原因を取り除く物質を単離し、その作用の仕方を明らかにするというテーマで研究を行っています。このようにさまざまな最先端の研究ができる環境です。次に実習について説明します。4年生の後期に学内の事前実習、冬には CBT、OSCEE という薬学教養試験を受けます。そして5年生で保健薬局、病院での実習を行います。実務実習では実際の業務を体験し、薬剤師としての職能を学びます。また指導薬剤師の方からアドバイスを受けながら、患者様にお薬の説明などを行います。患者様の視点に立つという薬剤師としての心得を主体的に学びます。最後に課外活動について紹介します。富山大学では体育系、文化系合わせて約160もの団体が活動しており、それぞれがアフタースクールを楽しんでいます。海にも山にも恵まれた環境ですので、ウィンドサーフィン、競技スキーなどアウトドア系のクラブ、サークルも充実しています。私は杉谷キャンパスの所属ですが、呉服キャンパスを中心としたコーヒーサークル、パリスタで活動をしています。他のキャンパスの友達とカフェへ行ったり、ラテアート練習に一緒に打ち込んだりする時間がとても良い息抜きになっています。もし富山大学に入学されましたら、コーヒーを飲みにパリスタに足を運んでみてくださいね。最後になりましたが、
このように富山大学薬学部薬学科としての学生生活は充実しています。この自然豊かな富山大学で一緒に学びませんか。皆様のことお待ちしております。僕の地元は薬学があんまり盛んではなくて、受験期にちょっと薬学がちょっと盛んなところを探したら富山大学の薬学を見つけて、そこを目指して頑張りました。薬学部は学務内でのちょっと仲がむちゃむちゃいいので、そうお互いに切磋琢磨しながら勉強できるところがとてもいいところだと思いました。今医療の中で認知症が結構問題になっているので、認知症に関する薬が作れればなと思います。もともと私も家族も薬に助けられてきたので、私もそういう人と薬をつなげるようなお仕事に就きたいと思って富山大学の薬学科を志望しました。周りに勉強熱心な友達がとても多いことと、質問とかしたら時にすごく丁寧に教えてくださる教授の方々がとても多くて、そういう素晴らしい環境で学べていることがいいんだなと思います。あの人優しかったなとか、あの人すごい親切ですごい分かりやすかったなって思ってもらえるような薬剤師になれたら嬉しいです。薬物生理学研究室ではイオンチャネルの研究を行っています。細胞の細胞膜には穴が開いていて、イオンの通り道となるイオンチャネルというものが存在します。このイオンチャネルは開閉することでイオンを通し、人の体において重要な役割をしています。例えば心臓の拍動や神経の伝達などにおいてイオンチャネルの活動が必要不可欠です。パッチクランプ法という実験を行うと、このイオンチャネルの活動が分かります。パッチクランプ法は細胞にガラスの電極を密着させて、イオンチャネルの活動を電流として測定する実験です。この画面では実際にイオンチャネルの活動をリアルタイムで測定しているところです。この部分はイオンチャネルが開いてイオンが通り電流として測定され、この部分ではイオンチャネルが閉じていることを示しています。イオンチャネルはさまざまな疾患に関与することが分かっています。つまりイオンチャネルを研究することは生理機能の解明や新薬の開発につながり、とても重要です。応用薬理学研究室ではゼブラフィッシュを用いた研究を行っています。薬の研究において皆さんが思い浮かべるのはマウスやラットだと思います。ゼブラフィッシュは稚魚の時にその体の透明性から体外から細胞の様子が観察できることや、一度に多くの卵が生まれること、また人との遺伝子相同性が高いことが利点として挙げられています。私が行っている研究ですが、私はゼブラフィッシュ稚魚を用いた脳梗塞モデルの構築を目標に研究を行っています。脳梗塞は日本においてがんに次ぐ主な死因となっています。脳梗塞は血管の詰まりというイメージがあるかと思いますが、脳梗塞の症状は血液の行き届かなくなった脳の細胞に障害が起きて発症します。脳梗塞モデルはこれまでにマウスやラットで構築されていますが、どちらも脳の組織を取り出して観察しなければいけないのが現状です。ゼブラフィッシュ稚魚は体の透明性から体内の細胞の様子を観察できるという利点があり、脳血流の変化と脳の細胞の両者を観察できます。そのため私はゼブラフィッシュ稚魚を用いて脳梗塞モデルの開発とその治療薬の探索をすることが目標です。
私たちの研究室は肥満と糖尿病が悪化するメカニズムを明らかにすることで新たな治療法の開発を目指して研究しています。日本では糖尿病患者の増加が社会問題となっており、現在糖尿病疑いの方も含めると1000万人以上に上るとされています。糖尿病が進行すると失明や心筋梗塞、がん、認知症などの発症リスクも増大することから、糖尿病治療の重要性が高まっています。病気のメカニズムと薬の効果を確認するため培養細胞を用いて実験しています。これまでに血管が伸びることで脂肪細胞が大きくなり肥満が悪化するということを発見しました。さらに私たちはマウスを用いて血糖値が生体内でどのようにコントロールされているのか調べています。特に全身の臓器ネットワークが糖尿病を防ぐメカニズムを各臓器のタンパク質や遺伝子の変化をもとに研究しています。実験には PCR をはじめフローサイトメトリーや RNA シークエンス、動物用代謝装置、さらに MRI 装置といった最先端の機器を用いており、富山から世界をリードできる最先端の研究を行っています。新しい生体防御機構を発見できたときは感無量です。このような研究を通してさらに有効な糖尿病治療の開発に貢献できるよう日々頑張っています。有機化学系の研究室では研究室独自の有機化合物の合成に用いる新しい反応の開発を行っています。これから普段使っている実験設備や実験装置をお見せしたいと思います。有機化合物は少し構造が変わっただけでも大きく性質が異なる場合があるので、その性質に応じた実験設備を使う必要があります。例えば人の体に対して有毒な、もしくは悪臭を持つようなガスが発生するような場合には、こちらの排気設備が備わったドラフトチャンバーと呼ばれる設備の中で実験を行っています。空気に不安定な化合物を扱う場合にはこちらのアルゴンラインを用います。これはアルゴンガスが入ったガスボンベにつながっておりまして、こちらに見えるようにゴム管を用いてフラスコとつなげてやることでフラスコ内の空気をアルゴンガスに置き換えてやります。そうすることで私たちは空気に不安定な化合物も容易に扱うことができています。最後にこちらのロータリーエバポレーターと呼ばれる装置についてご説明いたします。一般に有機化合物を合成する反応には大量の溶媒を用います。そこで溶媒を除去できるこの装置を用いてやることで私たちは目的とする化合物を得ることができています。以上ご説明した実験設備や実験器具を使うことによって私たちは日々研究を進めています。